二宮和成、再開発言は匂わせ十分可能な嵐、11月東京ドーム公演、電撃復活、6デイズのラストを飾る。嵐の二宮和成、40、が1月23日付のスポーツ放置の独占ロングインタビューに応じ、嵐の活動が言及し、多くのファンが沸騰している。 11月3日に25周年を迎える嵐。世界中にいるファンとメンバーそれぞれも意識はしているが、決して口にしない言葉があるという。二宮はみんなで会っている時も、そのワードは誰も口よね。いいよその言葉はかなり強いので、とし、誰かが再会と言った瞬間に空気は変わる。それはみんなが分かっていると思う。 だからこそ、再会へのリアリティを持てている、と語ったのだ。これに嵐ファンは、二宮くんの嵐への思い、改めて文字で読むと心がギュッとなった二宮くんは、嵐の二宮和成でした。インタビュー記事を見てると、そこまで遠くないうちに、また嵐が動き出す気がする。ただの期待からリアルに近づいてきていることが何より嬉しいと思う。 嵐やメンバーをずっと大切に思っているからこそ、丁寧に言葉を選んで話してくれたのが、といった声が上がった。一部で25周年のライブ計画が消滅してしまったことが報じられましたが、二宮さんが発したリアリティを持てているという言葉は、25周年ライブの開催に希望を持たせてくれますよね。もしかしたら匂わせなんじゃないかとも、ワイドショー関係者、